トロントの仏教会っていうのは1946年にできてるんですね。でその1946年っていうのは非常に面白い時だと思ったんですよね。みんなその戦後、戦中戦後、その日系人でなく見られなきゃいけないからっていうんで、日本的なものからどんどん離れてる時ですよね。日本的な文化とか。でそれなのに1946年にトロントに仏教会って、その日本的な文化、日本の文化の象徴みたいなものを作ったのはなぜだろうかって思ったんですよね。でそこはとても分かりやすいんです。コミュニティがはっきりしてて私には分かりやすく、で仏教界の人に随分インタビューさせていただいて、で聞いてみたら、やっぱりその仏教界を作った人たちっていうのは、その親がやっぱり仏教徒で、バンクーバーに行って仏教界に行っていたとかね。でその人たちがなんで2世代目になって、次の世代の人たちがあそこで仏教会を作ろうかと思ったかっていうと、やっぱりね、彼らの意識はそのカナダ人に、良きカナダ人に自分たちはなるんだと、カナダのために貢献できるようなカナダ人になる、そのためには良き日本人である、良きその日系人でなきゃいけない。でその日系人としてのプライドを持つのは何かって言ったら、やっぱ仏教界っていう、その日本の立派な優れた文化をね、みんなが共有してるっていう意識がね、すごく大事だっていう。だから自分たちの親の文化を大事に、祖先の文化ねを大事にして、それを誇りに思うことが良きカナダ人になる道であると。だからそれはね、やっぱり自信なんですよね。セルフエスティームっていうんですか、自尊心を持つという。だからやっぱり揺らいでたわけですね、戦時中。その自分が日本と関係があるから、その差別されるっていうことで、非常にそのアイデンティティクライシスですよね。でその時に、その日系人であるという意識をむしろ強く持つことが立派なカナダ人になるっていうね、そういう意識を持って仏教会を作ったっていうことだったから。